同志の伝承。遥かな神話時代、世界が闇に覆われるとイズコより現れ光を取り戻した。時代は移ろうとも世が乱れるたびに人々は伝承を語り救いを願う。これは同志となる者の試練を描いた壁画のようですわ。同志の試練を。この後最悪の時代と呼ばれた時代に現れた同志の物語が幕を開ける。今やただ一人の同志となったスレイさんがその道を歩めるよう力をお貸しください。君は本当に同志になるべくしてなったのだな。同志は人や天族に災厄を与える氷魔を浄化の力を操り沈めることができます。自身の理想、そして自分にできることを見誤らないでください。天族の力をまとって戦うあの力は何だ。俺もあの力を得られるのか。ケドさん、私のせいでしょそんなになってるの。どんなに素質があってもあの子は天族を拒絶してるもの。スレイには本当の意味で同志の宿命を共感できる人間の仲間がいないんだ。逃げた。あとはどんな答えを出すかだ。これが伝説の。私のせいですわ。ドラゴンなどいるはずないと鷹をくくってしまった。町の汚れがあいつに力を与えてるって言ったよね。まずそれを払えば。殺すしかない。まあできればの話ね。みっともない現実を見せてしまった。みんなのためにって頑張ってもそれなのに。大丈夫、手加減してるよ。新たな同志が現れていたとはな。僕は反対だ、無謀すぎる。最下の剣士は同志が何とかしないといけない。あなたが自分を見失ったらどうなるか話したはずよね。その強さは必ずあなたを傷つけてしまいます。つながりだけをぶっ潰せる。私が何とかする、そう決めたんだから。これはこれだけは俺がやらなきゃいけない。それが答えって言えるのかは分からないけど、どうしたいかは決まった。